今日はこのくらいにしておこう。京ちゃん、こんな時間にお出かけ？受験勉強はいいの？うん、少し散歩してくる。受験まで残り1ヶ月か。早く終わんねえかな。やっとだ。また明日見に来ようね。うん。へえ、雪だるまか。懐かしいな。とりゃぶち壊すのたまんねえ。よっこらしょっと、俺も久々に雪だるま作ってみるか。こんなもんか。さて、お楽しみの時間って言いたいところだけど、壊すのは明日にしようかな。俺は好きなものは最後まで取っておく派だからね。まあ、次の召喚者はとっても優しそうな人なのだ。きっと小雪のことも大切に扱ってくれるのだ。あの人に召喚してくれたお礼が言いたいのに、思わず隠れてしまったのだ。変な格好をしたお姉ちゃんがいるよ。視線を感じた気がしたけど、気のせいか。じー。じーじーじろじろ。じー
死んじゃえ。いい加減にしてくれ。俺をつけ回して何のつもりだ。うわこら待て。やで、お前は一体何者？小雪はあなたに召喚された雪の妖精なのだ。俺が召喚？うん。あなたが雪だるまに小雪の魂を入れたでしょ。あれが召喚の儀式なのだよ。そんなことした覚えない。え？人違いじゃない？は？待つのだ。あなたがしてくれた優しい眼差し、小雪は忘れないのだ。俺が優しい？うんなのだ。小雪、優しいあなたに召喚してもらったお礼がしたいのだ。というか仲良くなりたいのだ。お前変なやつだな。仲良くしてやってもいいよ。やったー。でもいくつか条件がある。まずは俺に対して敬語を使うこと。うんなのだ。小雪ってお前の名前だよな。自分のこと名前呼びってバカっぽくて吐き気がする。やめてくれる？わかったのだ。小雪頑張る。はあ。それと俺ね、見下ろされるの嫌いなんだ。俺が戻ってくるまでそこで待ってて、そしたら仲良くしてやるよ。ほえ。ちゃんと待てできて偉いじゃないか。さあお家に帰ろうか。は？お帰りなさい。ただいま。あらあら。そこの可愛い生き物はどなたかしら？ああ、これ。拾ったんだ。うちでペットとして飼ってもいいだろう。ええ、もちろん。魔像も仲間ができてよかったわね。ちゃんとお世話するのよ。わかってるよ。あ？な、何か思っていたのと違うのだ。へっ。さ、お前たち、ご飯の時間だぞ。よし。小雪、お腹空いてないのだ。お迎え初日だから緊張してるのか？魔像の時と同じだな。あ！それが今朝言っていた、あなたが作った雪だるまなのだ。思い出してくれ、と。そうそう、忘れてたわ。これ作った後に、盛大にぶち壊そうと思ってたんだよね。へっ！ダメ！それだ！
では。この雪だるまは小雪と一心同体、壊したら小雪も消えちゃう。なんで？ひゃー！うん、早く元に戻してくれ、なのだ。死ぬかと思ったのだ。へえ、お前が言っていたこと本当だったんだ。小雪は嘘なんかつかないのだ。もう、あなたも前の召喚者たちと一緒なのだ。小雪が苦手な暑い場所に連れて行ったり、レジスタンスとして戦わせたり、黒魔術の生贄に使ったり、挙句の果てには変な宗教の教祖に襲われそうになったり、みんな小雪が嫌がることばかりする。ろくな召喚者がいないのだ。俺の前で昔の飼い主の話やめてくれる？ちょっ！飼い主じゃなくて召喚者なのだよ。あ、そう。てか、そんなことよりさ。そんなこと？敬語使えって言ったよな。はぁ、ご主人様の言うことが聞けないなら、これ、あげないよ。ご主人様？まさか、小雪がお腹空いてること分かっていたの？美味しいのだ。ありがとうございます、ご主人様だろうが。俺はね、自他共に認めるド S だけど、相手が本当に嫌がることはしないんだよ。それが俺の美学だから。さあ、家に帰るぞ。待ってくださいなのだ。この人は、今までの召喚者たちと違うのかもしれない。もっと知りたいのだ。でも、この扱いは本当にやめてほしいのだが。ふわっ！